にちは、高野文夫です。ファシリテーター育成研修講師をいたしております。今日はですね、3分で私の毎月やっておりますファシリテーション研修についてご説明いたします。今からですね、15年ほど前、2003年ですけれども、6人の有志が東京に集まりましてですね、NPO で日本ファシリテーション協会を立ち上げました。15年ぐらい前になりますね。その後ですね、協会はいろいろと活動してきまして、今ではですね、東京大阪上場企業は6000社以上あると思いますけれども、そのうちの3割2000社ぐらいがですね、ファシリテーション研修を取り入れるようになっております。特に主任とかです、係長クラスの必須のスキルとしてですね、大手企業は導入されています。もちろん中小企業も導入されています。一時日本ファシリテーション協会は3000人を超す大所帯になりまして、今はですね、確か2000数百人だと思います。東京はじめですね、大阪、名古屋、全国20〜30の拠点でですね、毎月、ファシリテーション絡みのセミナーを開催いたしております。ファシリテーションはですね、会議の司会のスキルでございます。会議の司会、効果的な会議をやるためにはですね、やはり基本的な型がありますので、そのスキルを身につける必要があります。私のセミナーではですね、1日研修では、基本を完璧に学んでいただきます。2日研修ですとですね、ワークショップを主にしておりまして、3回ですね、実際の会議の運転を実演していただきます。3回やりますとですね、大体、私どものおすすめするファシリテーションの方はですね、体得されますから、月曜日から会議の運転司会をやらせたら抜群になります。係長とかですね、主任クラス、あるいは一般の社員ですね、どなたもですね、ファシリテーションの技量を身につけておくということは、これからの時代では必須だと思います。どうか皆さんですね、私のファシリテーター育成研修、1日研修ないしは2日研修を受講されることをお勧めいたします。詳細はですね、書き物でご説明いたしますが、費用とかですね、会場はですね、早稲田の方志園というですね、とても綺麗なですね、素晴らしいセミナールームを使わせていただいております。はい、今日はこれで終わりますが、どうぞ皆様、私高野文夫のファシリテーター育成研修に参画されることをお勧めいたします。お聞きいただいてありがとうございました。